よっしゃ、ゲームやっていきたいと思う。ライスゲームズのライスです。今回はエフラム編第5章の外伝をやりたいと思います。まあそんなにきつくはないと思うんだけどな。弓厄介だな、弓が厄介だな。とどうしようかな。斧欲しいな。斧誰か持ってる？青の持ってねえんだ。青の持ってねえの。うわ、青持ってんか。オルソン。多分オルソンは強いはずだから。うわ、属性闇になってる。やっぱりね。こいつ何かあると思ったわ。どうしようかな。槍に装備して。こいつを。やっとくか。よし、じゃあエフラム下げて、こいつも下げて、でこいつをここにやって、鋼の槍装備 OK。 ここでターン終了。多分攻撃はオルソンしかされないから問題はないはず。強っ、やば、倒しちゃうのか。そんなに強いのか。あー、バカだね、これは。ちょっと強すぎるな。あー、ちょっと強すぎるな。オルソン、持ち物これ、できんもんな。いや、もう、問題ないと思うけど。オルソンに突破しよう。最初の、ここら辺は、オルソンに突破しても問題ないはず。うわ、相手槍か。あ、槍だ、斧か。きついな。彼らは鋼の剣持ってるの。剣だったら装備。ここで待機してターンエンド。何、そっち来るのか。うわー、行って、いいオールソン。だったら剣で戦いたいんだけどな。こっち来ねえかな。多分こっちの剣、こっちを装備を剣にすれば、多分こいつ、この左のやつはこいつを狙ってこない、オルソンを狙ってこないということは、エフラムで鋼の槍で倒して、はい、 15% の確率で死んでたの。問題ないでしょう。したら多分こいつが襲ってくる。こいつにで鋼の剣持ってるから問題はないと。完璧。なにー、バカなのあいつ。なぜ強いやつにわざわざ行く。あー、くそ、アホだなあいつ。さっさと行くよ。鋼の剣、うわ、2回攻撃じゃないんか。なにー、単勝でしょう。いやー、オルソン邪魔。ちょっとうざいなやつ。こっちまだ来れない。よし、あ、死にはしないだろ。 OK。 したらこれ魔法うざいな。絶対魔法攻撃してくるからな。手槍持ってんだっけ。手槍はないのか。こいつが手槍持ってんのか。じゃあこいつで攻撃してからの、はい、どう。でその後手やりだな。 68% でも最悪オルソンで。よし、どんな感じこれ。あ、きついよねやっぱり。あ、でも死にはしないのか。死
なないんだったらエフラムは特効薬持ってるから問題ないよ。じゃあこれ端子入れる。おお、避ける。相手も避けるパティーンだな。剣は誰が持ってるんだ。あ、こいつ剣持ってんか。こいつも剣持ってんか。剣で攻撃だ。こいつの剣。うん、いける。問題ない。で、ここも鉄の剣と鋼の剣か。うぃー、あぶねえ、今 A 押すとこだったよ。おっ、 62% の確率で倒せる。 OK、 完璧。であとこいつだな。こいつは鉄の槍か。鉄の槍だったら斧か。斧はないね。じゃあみんな槍使えるから。おっ、手槍使えるじゃん、やった。効かないじゃない。やっぱり効かないね。ここはオルソンでダメージ与えるのもいいな。銀の剣ダメダメダメ。ん、うん、ダメダメじゃないか。槍どうにかせん。カイルでどうにかしよう。カイルで鉄の剣。うわー、鋼のいいじゃん。鋼の槍で、うわー、避けられた。問題はない。鋼の鉄いいね。おいね、おいね、おい、おいね、おいね。よし、じゃあそのまま鋼で、いや、鉄の剣無理。鋼の、オッケー、問題ない。扉の鍵。どうしようかな。回復するのもったいねえんだよなと思っても回復しとくか。ここで回復。でエフラムは特効薬だからあんまり使いたくないな。オルソンと持ち物交換してから傷薬回復しちゃおう。オッケー。で相手斧だな。相手斧だから回復してからの次のドアだな。次でドアだな。ここに寄ったら弓部隊が来る。 OK、 さあ行くぞ。これ絶対届かないの。お、届く届く、完璧。囲むか。囲めないし。お、囲めるし。完璧だ。こいつは攻撃できない。ならば攻撃していいとこいということだ。よっしゃい。バカめ、袋のネズミとはこういうことだ。あれ、こいつ動かんし、ね、とりあえずこいつ殺そう。とりあえずこいつ殺します。あ、いい作戦だな。なんでこいつ動かんの。 OK、 でー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 、やっていい。お、いいね。力が本当にいるから。お、宝の鍵。さあ、これ多い、斧のやつ濃いよ。何してる。ビビっちょんか、ほんとに。せっかバグか。まあ全然大丈夫だ。死にやしない。オッケー、完璧だな。おー、キラーランスいいね。よし、じゃあここで移動させて。エフラムが足だからな、一人だけ。てかさ、王子なのにさ一人だけ足なんだけど、これどうなの。今更なんだけど、特効薬やったぜ。さて、エフラムへ行きたいけど、この弓部隊うざいな。
しよっか。キラーランスってあれか、アーマー系のやつを殺すやつか。あ、これうざいな。あ、でも大丈夫やぞ。これ一歩進めば来るんじゃないか。右の弓部隊が来た、やっぱり。そしてここ後ろ下がって、これでいいんじゃないか。お、やっぱり来た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 、獲物が、獲物だぜ、食ってやる。ドゥーン、当て、ジギー、どっちかが鋼の剣だったね。あと1。こいつは鋼の槍。よし、オッケー。鋼の槍の方がこういう高いんだ。オッケー。ドゥ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 。で、相手槍、ん？相手剣か槍かどっちだ。鉄の剣だな。あ、待って、おかしいぞ。完全にさ、完全にこいつ槍持ってるのに剣だぞ。今気づいたぞ。あ、そんなどれもいいとして、剣だろ？剣だったら槍だな。こいつは鋼、キラーランス装備しとけか。装備。よーし。さあ来い、取ってやる。よいしょ。よいしょーい。こうしてない。こうしてない。エフラムもちょっと装備させたいんだよね、今回は。今回エフラム編だからエフラムを装備したいんだけど、おーい、倒せないじゃないか。倒せ。もったいないな。これなら上がるの。鉄の剣がいい。鉄の鋼のやりしかないか。え？こいつ。あ、手やりか。こいつは回復があるからな。手やり。で、オッケー。どうせダメージ受けない方がいいのか。で、これで鋼の槍で仕留めると、完璧。完璧だよ。したら槍槍槍か。全槍か。斧欲しいな、斧。ここで俺、斧が欲しいんだよな。まあ、これ一人一人呼ぶか。一人一人呼ぶためには、ここな。オッケー。ここだな。持ち物を、槍にしといて、ターン終了。オッケー、俺様に近づいておこう。そしたら1体しか来ないから、あ、結構ハードモードも楽勝だな。1体ずつ倒せるのがまたいい。もう問題ない。 A フラムで倒したいんだよな。無理。手槍は誰なんて。が手やりで攻撃届かないんじゃないか。44の13で12。くそ、あと1じゃないか。わお、キラーランスがあるからキラーランス使いたいな。一歩下がって、キラーランス、まあ大丈夫でしょう。 OK で、これで6だろ。 OK、 一発。これで武器も節約できるという。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。